はい、おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いしま す。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために、配信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、今日はですね、はい、7月の17日です。17ですね。半分超えましたね。はい、半分超えましたね。半分超えましたね。はい、もう半分超えたどころか、もうね、超えてだいぶいってる感じなんですけども、そうですね、さてさてさてという感じでですね、一体何がどうなってるのか全く分かんない。分かんない状態ですね。はい、もう本当にね、ヤンボウマンボウ天気予報みたいな。そうですよ。一体どうなってるんでしょう。はい。はい、全く今実は全く分かっておりませんので、いつものことなんですが、はい、はい、分かっておりませんので、でもあれなんですよね、なんかマンボウ明けにちょっと、はい、もう新しいネタじゃないですけど、はい、新しいメニューをね、あ、はいはいはい、考えてまして、はい、ソーダ、ソーダ炭酸ね、炭酸水、うん、ソーダ、うん、ソーダをメインにしたドリンクをちょっと売り出そうかなと思ってまして、まあ、アルコールからソフトドリンクまで、はいはいはい、幅広く、いいっすね、いいっすね。自家製のね、シロップ煮のフルーツとか作って、はい、それをソーダで割ったら結構うまかったんですよ。マジっすか。さすが俺と思ったんですよ。まあまあまあ、もともと炒めしのね、そうですね、はい、シェフですから、ね、そうなんですけど、はい、まあ、それがなかなかうまいなと思って、はい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 、これはいけるんじゃないかなと。ああ、それはちょっと明るい話題ですね。そうですね、ね、ちょっと楽しみにしていただければ。いやいやいや、でもそれちょっとなんか はい、動画で出そうよそれ。あ、全然いけます。クッキングやってるとこほら撮ってさ、はい、全然いけますよ。で、マテリアル通信で今度の新メニューを、はいはいはい、実際に作ってみますみたいな動画やったら、 そっちの方がいいんちゃう。新しいネタですね。そう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 、今日はちょっとこういうのやってみますみたいな、うん、ちょっと出してみても面白いですよね。うん、皆さん期待しててくださいね。いつの話かよく分かんないですけど、これよりも早く出てる可能性もあるんで、はい、はい、明日にでもやろうと思ったらできると思うので、ね、ぜひ頑張ってみていただきたいと思うんですが、はい、なるほどなるほど。いやいや、でも楽しみ楽しみ。はい、本当にそうだ、もうね、今の時期ね。いや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 、本当にそうですよね。はい、もうなんかね、暑くて暑くて、まあ今はムシムシはしてますけど。そうですね。はい、昨日久々にね、実は腕立て伏せやったんですよ。はい、うん、腕立て、はい、で、もともと現役でね、柔道とかやってる時は、はい、もう1日なんか400回とか500回とか当たり前にやってたんで、はいはいはい、で50の何セットみたいな感じで、ね、はいはい、やってた人なんで、さてさてと思って昨日やってみて、一応50回やったんですよね。お、すごいじゃないですか。50回。全く止まらずにじゃなくて、10回ずつぐらいで1回止まってとかでやりながらですけど、はい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 、50回やったんですよ。もう今朝パンパン、あ、腕上げるのが痛い。でも50回できるのすごいですね。いや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 、もう全然全然、もう昔に比べればみたいな話ですけどね。はい、はいはい、とりあえずこれが100回連続でできるぐらいには復活しようと思ってるんですけど、はいはい、まあね、柔道のね、柔道部の生徒を教えるのにそれぐらいできなかったら、そうですね、ちょっとでもあんまり無理したらね、痛めますよ。僕も無理して走った、膝痛めましたからね。ああ、はいはいはい。そうですね、まあ、20キロとか走ってるからね。ちょっと待って、嫌ですよ。いやいや、本当に気をつけてください、はい、ぜひ、はい、ということで、はい、いろんなことで頑張っている、はい、マテリアル勢なんですが、はいはい、頑張ってると言います。そうですね、はい、まあ今ね、まあ、日本だけじゃなくて世界中でもそうなんですけど、僕たちは情報を知らされてなくてですね、はい、いろんなことがやっぱり起こってたりとかするわけですよ。あ、はあはあ、でそれに対してやっぱり異を唱えるというか、はい、まあ、何が正しいのかっていうのを知るってすごい大事なことだと思うんですよね。そうですね、うん、はい、で、まあ、そういうその僕ら、まあ、言ったら何も知らされてない、はい、人たちのために、正しいことを調べて、はい、映像化している人たちとかやっぱりいるんですよね。はいはいはい、で今日はですね、まあ、挑戦者来ていただいてるんですけども、はい、まあ、ドキュメンタリー映画の関係者の方が、はい、挑戦者として、はい、今日お越しいただいてますのでお呼びしたいと思います。はい、はい、遠藤さん、よろしくお願いします。はい、では、遠藤さんですね。はい、どうも、こんにちはというか、おはようございますですね。おはようございます。はい、それでは自己紹介をしていただいてよろしいですか。はい、私は今日、映画食の安全を守る人々の紹介で参りました。はい、この映画の制作企画をしております一般社団法人新戸富士の遠藤と申します。はい、はい、ありがとうございます。この映画の中では、はい、映画の担当としては、はい、テロップの確認だったりとか、あとインタビューさせていただく方 の, その調整など、
させていただきました。はい、一応なんか制作デスクという肩書きをお聞きはしてます。はい、はい、制作デスクです。はい、ありがとうございます。はい、まあまあこの作品もね、まあ一応私も見させてはいただいたんですが、非常に興味深いお話がいっぱい、入っている作品で、なんて言ったらいいんですかね、問題提起ですよね。うん、その何が正しいか正しくないかっていうのはそれぞれが判断していかなきゃいけないことにはなるんですけど、うん、はい、そのまず最初にそのこれが問題なんじゃないのっていうのがなければ、うん、みんなが疑問を持つこともないので、そういう意味ではすごくいい作品というか、はいはい、たくさんの人見てほしい作品だなと思うんですが、はい、そのプレゼンをしていただくということでよろしいですね。はい、はい、ということで、では参りたいと思うんですが、その前に、判定員の方に入っていただきたいと思います。判定員の方お願いします。はい、さあ、一応遠藤さん打ち合わせでお伝えした通りなので、はい、丸か×かというのが、はい、これですね。これで、丸×が、出ますので、はい、頑張って丸を獲得するようにですね、お話しいただければと、あえてプレッシャーをかけようと思います。はいはい、はい、では、これで、時間を計ってまいりますので10分間ですね、今から、映画食の安全を守る人々と、はい、いう映画について、プレゼンをしていただきます。はい、それではいきます。はい、いいですね。はい、はい、このプレゼンありかなしかスタート。はい、どうぞ。はい、この映画はですね、作ろうと思ったきっかけは、プロデューサーの山田正彦、私は山田正彦の秘書でもあるんですけれども、山田正彦が、ずっと長年取り組んできた、ちょっと難しい言葉なんですけど、自由貿易協定の一つである、TPP というものに、なんですかね、端を発する種子種の問題ですね。私たちの食の命の源でもある種の問題の法律が廃止されちゃったり、あと変えられたりしたりする問題とか、あとは除草剤、まあ、皆さん道端に撒いたり、はい、庭に撒いたりするような除草剤が世界では危険だと言われていて、規制されたり禁止されている中で、日本はその規制がどんどん緩和、逆に緩和されている話だったりとか、あとは遺伝子組み換え食品ですね。そこから今映画の中でも出てくるんですけど、今度遺伝子組み換えは GMO って言うんですけども、それがニュー GMO って言われているんですけど、このゲノム編集の問題が出てきまして、まあ、そういった問題、それが表記もなしで、あと安全審査の手続きもいらないとして、今日本で流通が始まろうとしている、そういう私たちの命、体を作っている食べ物がいろいろな角度から危機というんですかね、さらされている中で、日本ではあまり報道がされないので、知らない人が多いし、それのなんていうんですか、警鐘を山田が警鐘を鳴らしても、それは嘘じゃないかって、メディアで、新聞テレビではそういうこと報道しないんじゃないかってみんなから言われて、うん、ちゃんと伝わらなかったので、新聞テレビが報道しないから自分で映画を作ろうとひらめいて、それで今回の映画の監督を務めていただいている原村雅樹監督に映画を作ってくださいとお願いをして、それで実現した、映画です。実現というか作ったきっかけです。だからまずあれですよね、はい、山田先生って元、はい、農水大臣でいらっしゃったっていう、ね、そうですね、お立場の方ですよね、はい、だからその、はい、本当に農水問題に対してものすごく、意識高く、今もね、頑張っていらっしゃるということだ、はい、ということだと思うんですけども。あ、そうですね、はいはい、若い頃から自分で牛豚を飼っていたり、へ、自分で農業をやっていたりなんですけれども、はい、散々失敗してたくさん借金を抱えて、はい、それで、はい、だからもともと自分で弁護士の資格を持っていたので、はい、弁護士業をしながら、はい、お金を返しながら、はい、それで
その時にちょうど大規模畜産業、はい、畜産っていうのを政府が打ち出して、うん、仲間の何ですか、畜産業を営んでいた方たちが、はい、自殺してしまったことがとても悲しくて、それで今の農業、はい、なんですか、農水を変えないといけない、うん、農林水産を変えないといけないという決意を持って、うん、政治の世界に入りました。なるほど。そこからずっと、はい、取り組んでいて、農水大臣になった後もその頃の TPP っていうのが出てきて、はいはい、で TPP に反対して、うん、農水大臣辞めて、はい、の政治から辞めて今一般市民ですけれども、はい、ずっとそこから一貫してそういったところの活動を一貫した活動を続けています。なるほど、はい、はい、経緯とそのね、どういう意義でされているのかというのがよく分かりました。ありがとうございます。はい、でまあ、今回ね、その、まあ、おっしゃってたその、まあ、ラウンドアップの話とかですね、はい、あるいはそのゲノム編集の話とかっていうのが、まあ、おおよそメインで入ってはきてるんですけども、すごいなんていうんですかね、取材量がすごかったなって思ったんですけど、あれは大体どれぐらいのスパン、今回の映画を作る素材っていうのはどれぐらいのスパンでこう取材してされたっていう感じなんですけど、何年かかったとかそんな感じなんですかね。2019年の2月に最初の素材を撮っていると思います。はい、はい、そこからだから約2年ですね。約2年で、はい、途中で、はい、途中というかスリランカも実は取材に行こうと思ったんですけれども、というのはこの除草剤のラウンドアップによって、はい、まあ、ラウンドアップのその成分とスリランカの水質が、うん、合わなくて、はいはいはい、腎臓の疾患でたくさんの方が亡くなって、スリランカは、はい、それでラウンドアップを当時の大統領が禁止したっていう経緯があって、はい、それでそれも取材に行きたかったんですけれども、ちょうどコロナが始まってしまって、そうですね、はいはいはい、それで行けなくなって、今回残念ながらそこは入らなかったんですけど、大変ですよね。でも本当ね、19年の2月から始まってるんだとしたら、まあ、要は20年頭ぐらいから動けなくなっちゃってるっていう状況だと思うんで、大概その、はい、そうですね。ね、だからその取材するにもなかなか相手のとこまで行けないみたいなのが結構あったんだろうなと思ったりはしたんですけど。そうですね、実はほぼそのコロナが始まる頃には素材は撮り終わっていたんですけれども、はい、原村監督の思いとして、はい、やはり見ていただくと分かると思うんですけれども、うん、テーマが結構深刻というか、はい、どうしようって暗くなりがちになる話題が続くのですが、うん、見終わった後にその暗い気持ちで終わってどうしようって終わるんじゃなくて、うん、少しでも何て言うんですかね、希望を持てるような、うん、はい、内容で、また何か一歩でも自分のために、子どもたちのために、また大切な人のために何かやろうっていう思いになってもらえるような映画にしたかったので、ここにその、まあ、編集というかその構成というか、うん、ここに時間をかけたというのがあります。映画を作ってくれってお願いしたものの、お金がなかったので、はいはいはい、はい、クラウドファンディングで皆さんに呼びかけて、はいはいはい、映画を作りたいとして、すごかったですよね、エンドロールですっごい数 の、はい、そのクラウドファンディングの人の名前が出るんですよ、はい、ね、はいはい、1600人ぐらいから1000人ぐらい、すごい、はい、この映画に期待してくださってる方がとても多くいらっしゃるので、その方たちを裏切らないためにも、またこの映画が一つの契機になって、何かこの日本が良い動きになれば変わっていけばいいなという思いがあったので、そこの映画の完成まで丁寧に時間をかけて作ったということがあります。なるほど。いやいやいや、はい、まあまあ最後ね、最後の方に結局その、はい、どうやったらその安全な食品が手に入るのかというか作れるのかみたいなところに話がシフトしていくじゃないですか。はい、実際にその有機農法なんだけれども、いかに除草剤とか使わずに米を作っていくみたいな話とか出てくるんですよ、はい、だからね、でそれでその実際にその田んぼで植えたお米を
子供たちが自分たちで植えて借り取ったやつをね食べたりとかするシーンが出てくるんですけど、うん、ある意味あれはそうすごい希望になるんだろうなと思って見させていただいておいたんですけど、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、なるほど。はい、まあ僕すごい見て思ったのは、そのこの時間だけではわからないことがすごいたくさんあるわけですよね。やっぱり言ってもその、どっちがどっちみたいな話って絶対出てくるんですよ。だから僕はねこの映画でなるほどじゃあこれ参加しようどうのこうのとかっていうよりも、そこに問題を向ける、その問題意識を向けるっていうかすごい大事なんだろうなって見て思いましたね。はい、はい、ということで残りちょうど1分になりました。はい、はい、何か言い残したことないですか？まあ、今ウイグル問題、ファッションにおけるそのウイグル問題の話とか、はい、まあ、いろんな価値観がありますけれども、はい、安いものだったり、まあ、手軽なものに手が伸びがちですけれども、うんうん、身につけるものと同じように、うん、体に入っていくものも今一度自分だけじゃなくて周りの人たちのために何を選択していったらいいのかっていうのを今一度考え直していただく聞けたら、この映画を通して、そういったことに考えを巡らせていただけたら嬉しいなと思います。はい、ちょうどぴったりになりました。はい、ありがとうございました。すごい、すごい。もうなんか、時計が見えてたんちゃうかなっていうぐらいぴったりでした、ね。1分ぴったりで喋っていただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですが、まあまあもちろんね、言い足りないことすごいたくさんあると思うんですよ。まだまだ言えるネタはあると思うんですけど、まあ、残念ながらプレゼンは10分間ということなので、この時点での、プレゼンの、評価を、ありかなしかを、させていただきたいと思います。はい、それではもうみんなぐるぐる回してますね。はい、いいですか？はい、はい、いきますよ。はい、それではこのプレゼン、ありかなしか、判定。はい、丸につけました。はい、はい、そうですね、やっぱり僕ね、その何ですかね、知らないことってまあ普通に生活してたら知れないことってすごいたくさんあるわけですよね。で、まあまあまあ僕も見てていつも思いますけど、そのマスコミが言ってることが全てではないわけですよね。で、なんかいろんなことにを前出しながら、後ろでは僕たちに知らせないで置いてるネタってすごいたくさんあるはずなんで、そういうことをやっぱり知っていくためには自ら行動していかないとなかなかね、知れないですね。そうなんですよ。だからなんでそのラウンドアップの基準を緩和する方向に農水省が動いてんねんとかね、もう意味が分かんないことがすごいたくさんあるし、そのまあ除草剤全てがどうのこうのというわけではないですけども、それが体の中に入ったらいいわけないじゃんっていうものをなんで入れなきゃいけないんだっていうのってあるわけですよね。だからそういうことについてやっぱり知るためにはまず最初に、どういうことなのかっていうのを知る意味でもこの映画まず見ていただいて、はい、でその上でまたどんどん自分たちでいろんなことを調べていっていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと僕も見させていただいて、思っておりましたので、ぜひですね、今日が17日ですから、京都でまず16日ですね、16日に、はい、アップリンク京都で、公開されまして、で17日が、第7芸術劇場で、元町映画館でも、まあちょっと日程は決まってないですけど順次公開されるという予定になっていますので、京阪神の、ね、皆さんは、この3つの、劇場に足を運んでいただいて、はい、ぜひですね、ご覧になっていただきたいなというふうに思っております。18日は山田雅彦プロデューサーが、はい、領館をトークで伺いますので、はい、じゃあテロップ流します。はい、ここ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあその日って、またあとその時間とか教えてください。はい、入れときますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、了解しました。ではね、その元農水省の山田先生に直接お話聞ける機会もなかなかね、ないと思いますので、この機会に、見に行っていただく、まあ、ちょうど明日ですよね、だから、はい、今日17日ですから明日、領館に来られるということで、はい、アップリンク京都と、第7芸術劇場に来られるということなので、はい、京都と大阪の方ぜひね、
第7芸術劇場だったら重曹ですから、はい、阪急だったらね、神戸の方も神戸線で来れますから、うん、はい、うん、ぜひですね来ていただければなと思います。はい、ということで今日はですね、映画食の安全を守る人々の、プレゼントということで遠藤さんがお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では次いきます。あゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、お店の情報を言ってきました。はい、はい、あ、でもね、あのオープニングで、はい、あのお坂部さんが言ってた通り、はい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 、はい、あの新しい形でね、ねえ、新メニューも開発しましたので、そのあの、うん、その試作動画が早く見たい。めっちゃ美味しかったんですよ。マジでマジで、いやだからそれを自分らだけで止めんないそうですそれをネタにして見てもらって、これをこれをマンボウが終わったら飲めるんだよっていう。そうですね、宣伝効果になりますね。そう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 、はい、やっていこう。はい、はい、ということで、企画が決まりましたので、はい、近日公開でございますので、皆さん、はい、お楽しみにしてください。はい、はいはい、ぐらいかなお知らせは。はい、まあまあ、詳しくね、はい、いつから始まるかは、はいはいはい、詳しくはホームページに載せますので、ね、はい、ぜひぜひご覧ください。案外11日で開けてたりとかして、もう開いてたら笑う。もう開いてるかもしれない、はい、今日来てくださいってなって一応フォローで入れとかんとやばいな。はい、はい、その時はすいません、あのもうすでに、皆さん飲んでらっしゃるかもしれない、美味しいよって飲んでるかもしれない何言ってんだろう追われてるかもしれませんが、はい、はい、わかりました。はい、じゃあ帰ります。はい、はい、高橋さん、はい、はい、おはようございます。シネマコミュニケーター高橋です。シネマ梅雨のコーナーでございます。はい、はい、先ほどね、あんまり監督の話題ができなかったんですが、一応そうです、ね、食の安全な守る人々は、はい、原村雅樹監督の、ね、はいはい、作品でございますので、はい、よろしくお願いします。はい、我々この監督の農家系の映画を撮るのが多くて、はいはいはい、1本前からね、500社長さんになりたいという作品、これは多分関西のが舞台だと思いますので、もう1個ね、武蔵野っていう作品もありますので、ちょっとあの農家農業シリーズでございますね、はい、見ていただきたいと思います。はい、はい、そういうことで、まあ、あの和食ということでね、あの人間のことを考えないといけないですから、はい、もう一つではなんか全然人間の関係なんですけど、はい、犬のことを考えたと思います。はいはいはい、なぜ犬やねんっていうね、はい、ちょっといろいろ、はいはいはい、ね、まず1個目は、はい、幹部が住んでるところではございません。はいはい、苦情でございます。はい、苦情ね、はい、ということで、はい、犬の名前ですよね、はいはい、これでスティーブン・キング監督、はい、スティーブン・キングさんの原作ですね、はいはいはい、スティーブン・キング9月22日生まれです。マジで、はい、また9月生まれ、はい、私の7日前だからね、皆さんご存知の、乙女座でございますけどね、まあこれ、スティーブン・キングとね、スティーブン・キングの映画化の作品としては4本目ですね、はい、なんかキャリーが一番初めにあの映画化になったみたいですね、作品の中でキャリー、シャイニング、クリープショー、そして苦情でございます。はい、我々ブームの時にあの入った映画なんです。まあとにかくまあ、犬がね、凶暴化するっていう映画で、それまではそんなにやっぱりみんなさ犬可愛がってたんで、はい、まあんま犬が悪者というか、はいはいはい、強権的にならないんですけど、うん、これと、まあ、あとドッグという映画がありますけど、はい、それちょっと、怖がらしたっていう、ね、感じですね。まあ、だから皆さんも、まあ、犬もちゃんと扱いましょうというちょっと教訓があるかなと思いますけども、はい、主演が、はい、ディー・ウォレス、あの前にご紹介しましたハウリングにも出てますし、 E.T. のママですね。あ、はいはい、なんで見ていただきたいと思います。はい、これ撮影がなんとね、ヤン・デ・ボン、おー、ヤン・デ・ボンの方が撮影してるんです。そうなんだね、あの監督いろいろ作品ヤン・デ・ボンね、だからそれは一応撮影監督で参加してます。はい、その辺で見ていただきたいと思います。はい、怖い映画でございます、はい、怖い話ですけども、はい、見ていただきたいと思います。はい、はい、次は、優しい犬の話に行きたいと思いますけども、はい、今回新作でございます。はい、篠原哲夫、これのためですね、はい、篠原哲夫監督の犬部でございます。はい、まあ、あの林健太さん演じる獣医学部の大学生があって、はいはい、あのまあ、それ以降にやっぱり犬を殺したくないという思いがあって、うんうんうん、保護犬とかを全部自分の家に集めてくるという。でもあんまりそれするとダメで、ね、違反的にもなることがあって、はい、でそれちょっと思いが募って、ちょっと窃盗の疑いとかも受けられたりするんですけど、はい、それがまあ16年後に、うん、まあ、一応獣医にはなってるんですけども、うんうん、その時にまあ犬部っていうサークルみたいなところを作った4人がその16年間どういうふうに過ごしてきたかっていうところと、16年後にどう接して、あの犬とどう接していくかっていうところが描かれている
うん、まあ、あの犬も美しく写ってますし風景も美しく写ってるんですね、うん、篠原哲夫監督らしい作品でございます、はいはい、これ支援が中、林健人さんと中川大さんが中心に出ております、はいはい、で大原桜子さんでしたっけ、はい、でも出てますね、はい、あの方も割合演技してますけどね、はいはい、見ていただきたいと思います、はい、こちら7月22日今年祝日になりました。おお、そうですね、木曜日もう、間もなく、はい、海の日から、はい、海の日ですね、海の日から犬の映画が始まるということで見ていただきたいと思います。はい、はい、そして来週の日、今日はですね、はい、実は、篠原哲夫監督とあイベントやってるんですね、はい、練習をいただきましたけども、はい、よろしくお願いします。はい、以上でした。はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございます。はい、はい、ということなんでございますが、はい、まあまあ、ね、今日の、ね、プレゼンに関しては、まあ、割と、内容は本当は、ね、固いあの映画なので、そのつもりでいかないと、うん、なんか柔らかいもんかなと思って言っちゃうと、うん、あの全然違う悪いようになってしまうと思うんですけど、かなりハードですね、うん、ハードな内容かなとは思います思うんですけど、でもね、時間がね、100分前後ぐらいですかね。そうなんです。だから2時間ないんですよ、はいはいはい、なので、あの見てられない時間ではなく、かなり見てられる感じなので、はい、そのつもりで言っていただいたら全然大丈夫ですし、はい、出てくる内容が、衝撃的というか、そんなことあったのみたいな、そういう情報が結構多いので、あ、はい、でね、あとね、これね、これキネマジュアルですね、はい、これに実は取り上げられてるんですよ。ここですね、はい、ここに、まあ、多分見えないと思いますけど見えないと思いますけど、この、田中邦衛さんの表紙の記念順の、文化映画紹介っていうことで、食の安全を守る人々っていうのが紹介されてたりとかしますので、まあ、事前にこれなんかね、読んでいっていただいたら、はい、非常に分かりやすい話になるかもしれませんね、はい、そういうこともありますので、はい、ぜひですね、まあ、僕なんか運動してくださいとかっていうつもりは全然ないんですけど、でもやっぱり知っとかないといけないことっていっぱいあるんですよ ね、 そうですね、知らないで過ごすことの怖さってやっぱりあるので、うん、はい、知っていただきたいなと思うので、はい、お時間ある方はぜひ、ちょうど今日から、やってたりとかもしますので、はいはい、今日で、公開始まってますから、関西での公開が始まってますから、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、ということでございますね。はい、はい、今月本当に映画付いててもうだってね、先週もその前の週もって全部だから、映画の内容で全部プレゼン来てますから、はい、来週うん、来週も映画です。はい、来週も映画です。はい、で来週が、ついにですね、私の友人の、川本隆弘監督の、はいはい、映画カバーですね。はい、これの、プレゼンがやってまいります。はい、川本監督来ますし、はい、なんとヒロイン連れてくるって言ってましたから、はい、誰かは言いませんけどヒロイン連れてくるって言ってましたので、はい、誰が来るか見てのお楽しみで、皆さん期待して、ご覧いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。